おはようございます。おはようございます。時刻は6時を回りました。ウェザーニュースライブモーニングです。引き続き小牧結衣がお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。やりましたね日本。はい、この時間はちょっとサッカーの話題を皆さんとお話ししていきたいなと思います。さあ日本対スペインの試合いかがでしたか。私はねちょうどこう番組を担当していたのでなかなか試合を見ることはできていなかったんですけれども、最初ねスペインがこう先制点を決めて1-0、日本が負けている状態で私も応援入ったんですよ。で心の中で頑張れ頑張れ頑張れって応援しながらハラハラドキドキしていたら、もう30分経った後に2点ですか。最高でした。ちょっとその試合の流れ教えてくれませんぜひコメントで教えてください。いやもうエール送ってましたよ。そうでもねチャットのコメントをたくさんいただいていたようで、もうこのスタジオにいるスタッフさんはみんな知ってたみたいです。知らなかったのは私だけはい、もうチャットの情報でね速報が入ってくる。後半8分ぐらいで逆転したんですね。あ、そうなんだ。一瞬で2点返したんですか。あ、いやハイライト見ないとですね。後半から一気に流れが変わった。簡単に言うと最高、いい金曜日始まる。もうなんか皆さんの熱が高まっていますね。まさに花金ですかとね。もうじゃあ今日皆さん頑張れますね。本当ですよ。スタッフさんもねもううずうずねしてたみたいですよ。サッカーのこのチャットを出したい出したい、でもどうしようみたいな。納豆食べてたら逆転しました。じゃあもう皆さんの応援のね力ですよ本当に。そして現地で頑張ってる選手の皆さんのね力もちろんなんですけれども、やっぱりこう声援を送った皆さんもねきっとね力になってたはずですよ。もう有給取るしかない有給今日は皆さんお仕事ですか、これから学校ですか、その予定もお聞かせください。いかがです。どうなのかな。もう最高の金曜日。これからお仕事だったという方は急いでね急いで準備して頑張っていきましょうね。仕事っす頑張ろう。仕事ぶわってよりによってテスト頑張ってください。それはカタール天気早ってカタールも晴れてるんじゃないですかどうかな。ねえ今日休みたい、学校す、あ、今日は祝日ではないんですか。気分は祝日ですけれどね。平日です。はい、平日金曜日です。皆さん、ね、モーニングのこう中でも、あ、涙で見えない、お、いろんな皆さんのコメント来ておりますけれども、まあね、そういった嬉しさをこう前向きにこう捉えてね一日頑張っていきましょう。はい、お天気もだんだんとこう晴れて来るところは太平洋側で多いですね。さあ皆さんからのコメントもたくさんいただいて、こう喜びをねこの何でしょう、感動を共有できたのが私はとっても嬉しいです。お仕事や頑張っていきましょうね。はい、さあ、ここからはですね今日のお天気もしっかり